76円の60銭から77円の60銭ということで、昨日の為替の動きどうでしたか。そうですね、全般的に今週前半に悲観論から大きく売り込まれましたユーロにも調整的な買い戻しの動きが見られた程度です。なるほど。でポイントに短期資金の流れに変化ってあるんですが、どういうことですか。そうですね、欧州の財政今後も臨に触れですね、主要国を巻き込んでの悲観論と、政策当局による対処療法が繰り返されですね、上げ下げを繰り返すことになるんだろうと思うんですが、はい、一方でですね、先月末のブラジルの予想外の利下げに象徴されますようにですね、これまで世界経済の牽引役となってきました新興国経済に陰りが見え始めたと、これがこれまでと異なっているのかなと。今回商品相場や株式市場などさまざまなマーケットにおいて、ポジション調整の動きが、起こっている背景にはですね、世界的に積極的な投資先がなくなってきている、これが挙げられるのかなと。これは数ヶ月前とは異なっておりですね、例えばドル相場の買い戻しも投資ポジションそのものの減少あるいは回帰といった側面があるのかなというふうに見ています。この変化はその為替相場にはどのような形で現れてくるんでしょう。そうですね、投資行動自体に一定の変化が見られるとすればですね、これまで、指摘されましたリスク、スイスフラン買いあるいは円買いといった、パターンにも変化が出てくるのかなと、投資する資金そのもの自身の減少からですね、投資先としての通貨のニーズもその分減少するのかなというふうに見ています。はい、しばらくは黒線の動向もありますので他の通貨に対しての円高かつドル高といった展開が予想されるんですが、ドル円自体については、8月中旬以降は円の重さの方残っています。対ドルでの円高一服感から、個人投資家を中心に円から外貨へというこういう流れが需給に現れてくるようになればですね、円相場にも予約トレンドの変化、つまりは円安傾向への兆しが見え始めるのかなというふうには見ています。はい、わかりました。伊庭さんどうもありがとうございました。はい、おはようございます。今日も始まりました。まずですね、ドル円からテクニカル見ていきたいと思いますが、中国足ですね、値幅的にはですね 44.9 ピプスですね。まず寄り付きからですねどんどん売られてきまして、今日は76円、 S1 の手前ですね、76円、78銭とか80銭ぐらいで、サポートされながら、若干上げましたがそのまま終了ということです。あまり動かなかったですね。これが15分足でして、1時間足で見るとこんな感じ。1時間足的にはですね、このトレンドラインが今日は引けてますね。見てみるとですね、こんな感じで、トレンドラインがちょっとあれですね、ちょっと線がひどかったですが、これで引くとですね、こんな感じで引けますね、トレンドライン。そして下もトレンドラインがこんな風に引いてるような感じで、この辺でサポートされて終了。途中この20MA で頭を押さえながらという感じですね。これ1時間足して癒し的にはこのブルーの 50MA なんですが、 50MA で頭を押されて 20MA でもサポートされたという感じですね。そしてこちらがウィークのピボット付近で今推移しているというような感じですね。もうさてだとこれがラウンディングボトムじゃないかなというふうに今日は言ってましたが、果たしてどうなるかということですね。これがトレンドして、ドル水を見てみますとですね、ドル水は15分足で見るとこんな感じで、今日は、まずアジアタイム下落でスタートしましたが、すぐ吹き返してですね、M3 ですね、昨日の直近の高値でダブルトップをつけると、緩やかに、下落してきましたね。緩やかにというか下落していきまして、途中この 20MA を戻りの起点にして戻りされていると。そしてブルーの 50MA で終了というところですね。これが15分足、そして1時間足で見ると
この S1 でサポートですね、 S1 でサポートされているのが分かる。上は直近の高値で、ダブルトップをつけて下落と、まあ比較的値幅はありますが、小動きといえば小動きですね。これ1時間足でして、日足的にもですね、やはりもうだいぶ上昇してきまして、マンスリーの R2 ですね、もう手前まで来ましたので、今もみ合い、200円目にサポートされながらもみ合うんじゃないかなという感じですね。これがドル推移でして、最後にユーロを見るとですね、ユーロは、ユーロの今日はですね、若干さ、15分足から見ると、まあ売られる場面もありましたが、アジアタイムから上昇して、このいつもの200円目ですね、キロ200円目で若干突破しましたが、すぐボリンジャー上限で戻り売りが入って、この昨日の、やはりこちらも昨日の高値ですね、昨日の貯金の安値でダブルボトムをつけると上昇に転じて、あとはこの上限のトレンドラインを見ながらですね、キロ200円目ボリンジャーのミドルなどをサポートしながら押し目買い、ボリンジャーミドルで押し目買いで、トレンドラインの上限で売られるというような感じで、今日は推移してましたね。これが15分足でして、1時間足で見ると、こんな感じで、こちらの1時間足はですね、こちらですね、こちらで見るとそうですね、このトレンドラインが出ますが、こちらのトレンドラインとですね、今下降チャンネルのトレンドラインと、この 38.2% 付近でですね、頭を抑えられて、この辺が、売り場じゃないかなというようには思ってますが、まあ、ここ抜けちゃった場合はこの半値戻しとかね、この黄色200円も下がってきてますんで、この辺の1の、まあ、1.4 の手前あたりですね、この辺で、もう一回戻りが入るケースも考えられますが、まあ、このまま売り込まれてしまうケースもあるんで、まあ、慎重に、見た方がいいですね。これ1時間足でして、4時間足的にはこの感じ、4時間足的にはこのボリンジャーのミドルがちょうど今抵抗体になってますんで、ほっとするとここからグッと下げてしまう場合もありますが、まあそれを突破した場合はやはりですね、1.4 の手前にあるこのブルーの50円目とかボリンジャー上限、この辺が次の戻り売りのターゲットになる可能性が高いですね。これは4時間足、そして日足で見ると、日足的にもですね、やはりこの反応戻し、もう一回戻してきて戻るというような感じも十分に考えますね。そして最後に週足を見るとですね、週足的には今週は、陽線スタートですが、まあ、ウィークリーのピボットがこちらにね 1.38 ぐらいに構えてるし、200MA、1.401 ですか、 1.40 この辺が抵抗体になるんじゃないかなというような感じですね。以上が、テクニカルでして、またブログから見ていくとですね、こちらがね、ちょっとですね、なかなかですね、コンピューターの使い方がまだ慣れてないもんで、はい、こちらが左の上がですね、デイトレーダーロクサさんのライブショー、アメリカ大部のアメリカ株についてですが、テクニカルで、解説してますんでね、非常に参考になると思います。そして今日なんかはですね、テックショーつってね、ハードウェアとかね、ソフトウェアとかの解説、あの、なんていうんですかね、ショーをね、RPM さんでしたかね、やってますんで、今日のアジアタイムですね。また金曜日はトレーダーさんを迎えてインタビューショーなどもやってるし、週末はね、ほぼ24時間、テクニカルの解説ビデオを流してるんで、見るといいんじゃないかなと思いますね。
そしてですね、こちらね、YouTube が、まあ私のデイリーリポートと、まあ、今、ビデオね、編集のやり方とかのビデオを作ったりですね、まあ、あと海外の話題ですね、今大統領選挙とかね、まあそういった、ヘッジファンドマネージャーのね、情報とかもどんどんビデオにしてですね、行きたいと思いますので、よかったらお友達にね、登録していただくとありがたいです。そしてですね、こちらね、ソーシャルメディア、Google Plus、Facebook などもね、やってますんでね、どんどん、これなんかも昨日の共和党のね、大統領の、なんていうんですか、討論会でしたが、まあ、ペリーさんがね、今、いろいろ、まあ、共和党の候補の中ではトップですが、雇用対策ね、今、オバマさんも必死にやっておりますが、6兆円かな、かけて、うまくいかなかった雇用対策、また3兆円ぐらいですよね、確か、かけてやるとか言ってますが、それでも、そんなのね、その以前の雇用対策で、ろくに、雇用創出できなかったのに、その半分のお金で雇用創出できるかというね、いうようなことも言ってましたが、なかなかね、いろんな候補の、ね、意見とか主張をね、お互いに吟味できる、ね、機会を与えてくれてね、すごく、こういうのも何回もやりますからね、もう本当に日本のね、首相選びみたいにね、野田さんなんかね、もう財務大臣の時に、市場を中止しますとか言ってるだけでね、もうそれで総理大臣になってしまうというね、菅さんが、いや、野田さんが次期首相に、とか言ってね、なんかお友達同士で勝手に決めてね、もう国民の意見も全く取り入れないでね、勝手に首相がどん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 コロ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 変わっていくというね、まあ、そうじゃなくてね、もうテレビで公開討論でね、50回、20回、もう何回もやってね、一人ずつ、決めていくというね、まあ、こういう開かれたね、ことをやってないとですね、もう本当になんかお友達だけで、なんか片山さんだ、神田さんだとかね、やってたらね、いつまでたっても国民はね、不信感ばかりが募ってね、もうまた半年ぐらい経ったらやめろやめろっていう、それを繰り返すだけじゃないかなと思うんですが、まあそういう風にね、システムから変えていかないとなかなか日本は良くならないんじゃないかなというのが、こういうのを見てすぐ分かると思うんですよ。で、このオバマさんだと毎週ウィークエンドになるとね、YouTube を使ってね、いろんな国民にね、自分のやってきて、やりたいこととかやってきていくことをね、毎週ですね、YouTube でアップしてますからね。まあやっぱこういう風にね、国民にね、ちゃんと説明してね、するのがリーダーであってね、なんか民主党内でね、あいつは嫌いだ、こいつは嫌いだとかね、なんか陰で大沢が操ってるとかね、そういうのもいい加減にやめてほしいなと思うんですが、なかなかね、でも、変わっていかないというね、もうこれは本当に困ったもんですが、あとこういうね、サイブ・モートンさんなんかもこの人も毎日ね、ユーロドルのね、テクニカル解説しますんでね、YouTube でこういうのを見るといいんじゃないかなと思います。まあ、今週もね、これから後半戦になりますが、負けないようにですね、気をつけてですね、やっていただきたいなと思います。それでは失礼します。